はい、やっと復帰した中央本線ではありますが、ここ多治見駅はですね、太田線が接続してるんですね。ということで中央本線を離脱いたします。はい、そうなんですね。実はですね、中央本線で中央アルプス、南アルプスを迂回できたとて、小淵沢駅で小海線に乗り換えなければいけなくなるんですね。するとですね、佐久平駅で北陸新幹線に乗り換えることになって、これで軽井沢駅に向かったとします。かつて軽井沢駅と横川駅は信越本線でつながっておりましたが、現在この区間は廃線になっておりますので、信濃鉄道に乗るしかないんですね。すると、小諸駅で小海線に乗り換えて、佐久平駅に戻ってしまうんですよ。では、佐久平駅から一旦上田駅に行ったとして、信濃鉄道に乗ると、やはり小諸駅で小海線に乗ることになって、佐久平駅に戻ってしまうんですね。ここは佐久平間のループ地帯なんですよ。ということで、実は中央本線で埼玉に向かうことはできないんですね。では、どのようなルートで埼玉を目指すか。ここから壮大な旅へと続いていきます。はい、多治見駅でございます。現在、16時32分。まだね、全然明るいっすよね。全然明るいんですけれど、こっから先ね、なかなかちょっとお手頃なホテルがね、取れそうになかったので、お昼過ぎぐらいにね、多治見に、ホテルを予約しました。ですので、ちょっと早いんですけども、今日はですね、多治見止まりですね。まあ、昨夜夜行バスでね、ちゃんと寝れてないんで、早寝したいなというのもあるんですけどね。はい、ということで今日はね、ここまででございます。はい、現在17時16分ね。まだ外はね、全然明るいんですが、チェックインしましたね。綺麗なホテルですね。はい、お外はこんな感じ。まあ、チェックインする前にちょっとね、駅前をプラプラしてみたんですが、まあそうですね、晩ご飯食べるところが困りそうだな。居酒屋さんぐらいしかないですね。はい、夜の多治見駅前ですね。結構ね、高層マンションなんかもあって、まあ名古屋の通勤圏なんでしょうね。やっぱりちょっと晩ご飯食べるところがね、居酒屋さんぐらいしかないかな。酒飲めないのでね、困るんですよ。おはようございます。はい、多治見の駅前のビジネスホテルですね。今日もいい天気ですね。はい、呉竹院さんでしたね。朝食バイキングめちゃめちゃ美味しかったですね。まあ、朝からあんまり食べれない人なんで軽めにしましたけど、なかなかのグレードでしたよ。はい、久しぶりにですね、バックパックなんかを背負って歩いてたもんですから肩をやられましたね。まあ、これね、夜行バスの影響もあるんじゃないかな。はい、鉄道迷路2日目ですね。多治見駅から再スタートです。はい、ここからですね、太田線に乗らざるを得ないんですね。9時22分岐阜行きですね。これに乗りましょうか。
さあ、美濃大田から JR 高山線に乗りました。富山に向かいます。日本アルプスを迂回するため一旦日本海に出ることになりました。私は埼玉県に帰ろうとしております。はい、ゲロで途中下車させていただきました。富山まで、行くんですけど、特急に乗ってもね3時間半で、各駅に至っては6時間ぐらいかかっちゃうっていうことなんで、さすがに乗りっぱなしが辛いので、一旦ね、ゲロで途中下車してちょっとねこの辺観光したいと思います。今日はね、もう富山にホテルを取ってあるので、そんなにね慌ただしく移動しなくてもいいわけですね。高山さんがねこんなに混んでるとはちょっと思ってもいなかったですね。学生さんはね春休みなんで、旅行に出てるんでしょうね。はい、下呂温泉ですね。近くを通ったことはあるんですけど、じっくりね、観光したことないんで、観光してから行きたいと思います。はい、駅前はねこんな感じの温泉街の駅前っていう感じですよね、いかにも ね。温泉街は川を渡って向こうにいっぱいあるみたいなんで、じゃあねちょっと川を渡って向こう側に行って、現在11時半なんでね、お昼をいただきましょうかね。14時半の特急に乗りたいので、そうね3時間、はい、たっぷり時間はありますね。はい、飛騨川ですね。飛騨川の向こう側にこう温泉街がだーっと広がってるんですね。これは足湯なのかな。今はやってる感じはしないな。さあ、お昼をいただきましょうね。ありですね、下呂温泉といえばですね、けいちゃんですね。最初に肉焼いて混ぜ混ぜ、でキャベツしんなりするまで混ぜます、はい、それ目印、はい、そうすると綺麗に焼ける。けいちゃんはね、去年、郡上八幡でねいただきましたけど、本場はこっちですからね。キャベツと一緒に混ぜる。はい、上で上で、はい、一緒に動かすよ。はい、一枚ずつじゃなくて一緒に動かしてから焼けんよ。はいはいはい、なかなかお作法が難しいね。はい、はい、ご飯混ぜ混ぜ、はい、混ぜ混ぜ、はい、混ぜ混ぜ、写真後やん。でこれね、これをおば、はい、ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまー。はい、美味しかった。美味しかった。よかったね。何がそんなに面白い。10円は10円あああるあのね、若い人みたいに笑うね、年寄りあの。あーごめん、10円ないわ。10円玉がないわ。ない、はい、1210円。はい、はい、790円。はいはい、重くなるよ。いいよ。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、行ってきます。はい、面白いおばちゃんですね。もう結構ね、外国人のねお客さんもいるんで、もうほとんど出川イングリッシュでやってますね。さあねえ、なんか平日ですけどね、やっぱり学生さん休みだからなんとなく賑わいがありますね。はい、じゃあね、ちょっとね甘いものをいただきたいですね、食後ですからね。はい、思い出の味、ゲロプリン。4月1日から4日お休みしますか。そうですか、残念。はい、ゲロプリン食べたかったですね。ね、ゲロプリンですからね、なかなかとんがったネーミングですよね。お、自家製ゲロゲロバターのお店。あ、行きたくなりますな。足湯なんだね。ゲロゲロバターってどういうことだろうね。ちょっといただいていきましょうか。はい、ゲロゲロバターサンドですよ。いただいてみましょう。うん、ゲロゲロにうまい。いやー綺麗だな。はい、ゲロ温泉合掌村ですね。ね、合掌造りの、お家がね、これは多分復元っていうか移築したんじゃないかな。はい、時間たっぷりありますんで見ていきましょう。おお。ね、こうやってこう何枚も重ねて、これで防水になるんですかね。いやー、いい感じにね、こけむしてますね。でもこれはやっぱ何年かに一回ね、吹き替えるんでしょうから、これ何年ぐらいするとこんだけ苔むすんですかね。はい、蚕ですね。はい、ご苦労様です。はい、こんなね天気のいい日でもやっぱりね薄暗いですね。これ今電球がついてるからまだこんだけ明るいけど、日中でも真っ暗ですよね。うん、かね、今日なんかすごい暖かいですけど、やっぱりこう板のまま足が冷えますね。
はい、ゲロから富山は特急に乗りました。意外に混んでおりましたので、窓際の指定席を取らせていただきました。左から右に流れていたが、宮川は右から左に流れている。これは一体何を意味するのだろうか。はい、京都から埼玉に帰るのに、富山にやってまいりました。さすが富山ね、だいぶ涼しいですね。まあ、途中ね、山の中はかなり雪が残ってるところもありましたからね。はい、どうもお世話様です。はい、とりあえず駅前に出てみましょうか。はい、ということでですね、今回のルールでは中央線では埼玉には帰れないということで、日本アルプスを迂回するためにですね、富山にやってまいりました。現在、17時4分ですか。まあまだ明るいですね。なので、ちょっとホテルにチェックインする前にですね、ちょっと個人的に寄りたいところがあるので、そこに寄り道してからチェックインしたいと思います。はい、これは番外編ですよ、あくまでもね。なんかでも可愛い電車だね。いやー、ちょっと企画と関係ないけれど、めちゃめちゃ渋いなこの駅。富山ですね。はい、ね、これが、このチャンネルの宿敵というかね、ネタを提供してくれている日本アルプスですね。まあ、北アルプスなのかな、この辺はね。いやー、素晴らしい。
失礼かもしれないけどすごいよ。いやね、え、渋いよね。地方鉄道、いや渋い路線でしたね。ねえ、もう JR の富山駅とのギャップがものすごいね。理由をつけて乗りに来ないといけないな、この路線もね。はい、もう今回はね、走ったことのない道をバンバン走れてますね。はい、じゃあね、ホテルにチェックインしましょうか。え、何ですかパト電車って。力を合わせて犯罪ゼロへ、パト電車。まあパトカー色で、まああそこの頭の赤い部分はサイレンなんですかね。まさか警察が運行してるわけじゃないよね。だからお客さんは乗ってないな。これはどういうことなんでしょうね。え、本当にパトロールしてるわけじゃないよね。え、でも富山県警察って書いてあるな。面白い。うん、まあ結構年季の入ったホテルっていう感じではありますが、まあ今日はねリーズナブルな感じで十分でしょう。ああ富山といえばねお寿司ですけどね、ちょっと並んでまで食べるっていう感じでもないんだよな。今宵も一人の下戸が己の腹を満たすために夜の街へと挑む。新しいグルメはつかみ取れ、キャッチザディナー。はい、これが富山の薬売りなんですかね。ここに薬が入ってるんですかね。あ、そろばんが入ってる。こうやってね、昔はね全国を薬売りが行商したんですね。はい、ラーメン一心さん富山ブラックいただいてきました。見た目ほどね、あの味が濃いわけではなく、むしろさっぱりした感じで、非常に美味しかったですね。